はい、短期決戦です。1545回、12月19日8時37分です。1545回ロト6の予想をしていきたいと思います。抽選日が12月21日です。で、まず、ロト6過去10回を入力します。で、ロト7過去2回を入力します。ミニロト過去2回を入力します。そうすると、右側に、過去10回、1が何個あるか2が何個あるかカウント if でチェックします。で、ボーナス数字もチェックします。そうすると、重複が何回出てるかがわかります。で、今後6回、ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回で今後6回なんだけど、1が何個あるか2が何個あるか。で、ボーナス数字もチェックします。そうすると、自動的にここに全部入ってきます。そうすると、0は1回も出てない数字。出てない数字が、23、24、27。挟まれた数字。1回だけ出てるんだけど、その両サイドが2回以上出てる数字。8とか15とか。そんだけか。で、かぶってる数字、5回以上出てる数字。5回以上出てる数字ね。26、33、34、38。少ないな、なんか。ピックアップされる数字が少ないな。で、これが重要数字になります。5回以上出てる数字、重要数字。で、準重要数字はボーナス数字。1、4、5、6、10、19、34。んで、3公開を見て目指す数字。3。3公開は今後6回ね。ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回。3、4、5、6、7、8、9、10、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、36、かな。34。34、36。で、挟まれた数字は8と15。で、前回の数字の分布図。前回の数字を赤で示して、その両サイドをオレンジ色で塗ります。そうすると、前回出てたところが大体わかります。で、10の後半が出てないとかね。こう、ちょっと分布がわかります。で、並べると、1、3、4、5、6、10。今出てきた数字を全部並べると、15、17、18、19、21、じゃ、20、21、25、26、33、34、36、38。今回少ないの、ピックアップ数字が。で、とりあえず数字はピックアップできました。しかし、組み合わせは完璧ではありません。で、組み合わせていきます。で、前回の数字を見ながらね、31、25、26、26が出てるのね、ここね。30、30の位と26の位。そうすると、1、1、1、3、3、2が出てないの。2、4、4、5、5、6、7、8、9。いや、いらないな。4、3、2、1。多いかな。38、36、33、
まとまったんじゃない？はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。